というわけで鏡を置いて、じゃん。まずはボム2月号を手元に用意します。はい、用意していただきましたか皆さん。あと10秒待ちますね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。待ちました続いて後ろのねページをね開いていただくと、これ何のアニメだ？ドクターストーン。わかりませんね、見てないのでわからないけど、面白そうなアニメと、ここに緑のハガキがあるので、この緑のハガキをハサミで切りますね。皆さんハサミ用意していただきまして、ドクターストーン面白いんですか？ドライヤー持ってるけど、ドライヤー出てくるんですか？髪の毛乾かすアニメ？ドクターストーン、ドライヤーめっぽう欲しいぞって書いてある。ドライヤー、ドライヤー、科学の話なんだ。へえ、ドクターさん、ドクターって書いてある時点でそんな金感じですよね切ります。綺麗に切りたいですね、こういうのって。あー、切れるかな来てください、皆さんも、皆さんも来てね。見てますか皆さん。私は A 型なので、すごく今ね慎重に切ってて、今4分の1です。皆さんは今4分の1ですか？もう出してくれたよっていう方は、あのアドバイスください。切る時のアドバイスだったり、あー、半分まで行ったら違う方向から切った方がいいのかな。違う方向から行きます。めっちゃギザギザになりました。思い切り切るんですか？ちょっと遅いっす、遅いですね、ちょっと言うのが。切れました。目が疲れました、非常に。皆さんいつもこんな目が疲れる作業をしてくださってるんですね、ありがとうございます。目が疲れました。シパシパしてます。じゃーんちょっとガタガタしてるけど、一応それなりに切れました。え、根元から切り離せるの？で切った、なるほど、カッターで切るのがいいんですね。確かにそうですね、もっとピーってやったらね、とりあえずカッターで切ってからハサミで綺麗に切ってとかね、そういうのはいいですよね。チェキが欲しい方、これは違うのかな、これは乃木坂さんのやつなのかな。ちょっとよくわからないので一旦ね置いておきます。ここに傘、あ、ダメ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 、見えちゃう見えちゃう。
中身が見えちゃうわ。ここでね、私のページでこうやって置いてね、久保しおりさんを飾ります。可愛いですね。はい、というわけで、切り離しました切り離せましたか。これって後ろのやつって、まあ、ここはね、皆さんそれぞれ書いていただいて、後ろのこのチェキのやつは特に後ろのやつって、希望メンバー名を一人はツーショットと記入。どこに？ここに？ここに？ここのさ、 SK48 サイン入りチェキあるじゃないですか。これのここの横に書けばいいんですか？横のここの白いスペースに書くんですね。おー、なるほど。じゃあ皆さん、まずこのね、住所が書いてある方を見ていただいて、この SK48 サイン入りチェキに、佐藤果歩って書くか、中村泉って書くか、ツーショットって書いてください。どこに載ってるかな。後ろの方に載ってますよね、いつも。このバレンタインのカードもありますので読んでいただいてね。チェキどこだ？載ってないですか？あ、自分たちのページだ。あは、見せにくいよ、見せにくいよお、うまいうまいうまい。ここにね、載ってるので、私たちのページ、最後のページにのここのね、ギリギリな感じのところにね載ってるので、皆さんぜひ欲しいよって方は、5名までですけど、ぜひ応募してください。おすすめはやっぱり2人が載ってるやつかな。2人乗ってるやつがおすすめですね。やっぱり泉とかほの2人とも乗ってるやつがおすすめです。あ、そしてもしくはここに2つ書いていいの？2つ書いていいんですか？希望2つ書いていいんですかいいのかな。 OK だって。下から2段目ですね。直筆サイン&メッセージ入りバレンタインカード、さっき私が見せたこの84ページのこちら、じゃじゃーん、ここですね。ハッピーバレンタインって書いてある私のこのカード、2枚書いたんですよ。だから2枚、2人2名に当たりますね。白と赤です。バージョンあるんですけど、ここの2段目、下から2段目のところにも佐藤果歩もしくは中村泉
もしくはあの好きな方書いていただいて、やっぱ佐藤かほって書いてください皆さん佐藤かほって書いていただいて、ここですね、佐藤かほ。これあの知ってますかあ、番号書くの、ごめんなさい、番号を2つって書いてある、どういうこと、メッセージ入りバレンタインカード、希望タレント名の番号を2つ、なるほど、第二希望までいける、4と5、4だけでもいいみたいです、4がいい、4がいいって書いてもいいですよそれわかんないけど、これはあれなんですよ、このね各 2名って書いてあるのはですね、私今これ白が掲載されてるんですけど、こっちの色でもあのバレンタインカードを書いているので、私はこの白バージョンとこの赤バージョンがあるんですね、泉もこの赤ピンクかな、赤バージョンと白バージョンと書いてあるので、あの2枚存在してます、私のバレンタインカード、白はこのデザインですけど、ピンクはどんなデザインかは来てのお楽しみって感じです。4書いていただいて、じゃあカホも書くね書かない方がいいか、倍率上げちゃうもんね、ちょっとカホは鉛筆で書いて消しますね、サイン入りチェキのところに、あ、でもどうした方がいいのかな出すけど書いて出した方がいいですか、投稿しないでください、嘘、出すよ、こんな感じですね、SK48 サイン入りチェキのところに佐藤かほで、直筆サイン&メッセージ入りバレンタインカードのところに4です。これボールペンで書いた方がいいですね、皆さんは鉛筆で書きましたけど、私もうボールペンで書いて出しちゃうよかほちゃんが当たったらどうしようね、再抽選してもらうそしたらちょっとあれだよね、申し訳ないですよね、ツーショットでもいいですよ皆さん、ツーショットが欲しい方は、はい、こんな感じです、ここでじゃない、これでいいですかね、裏面は、あとこっちに住所と電話番号、お名前とね、性別、既婚未婚、職業、年齢書いていただいて、今月末なので来週中に絶対出してくださいね、約束です、5、6、7、8、9、10、11、そうですね、来週中に出したら、来週中の当日寄進有効、あ、まあ来週中に出したら大丈夫だと思います、明日出してくださいで、こちらアンケートのお願い、 ABCDEFGH って書いてある方を見ていただいて、A からいきますか、 A からいきましょう、ちょっと引けるものないかな、ガタガタしちゃうから、 OKOK、 A いきますね、今月号の、皆さんペン持ちましたか、ペン持ちました、持ちましたか、そしたら A 授業みたいですね、今月号の表紙の感想をお聞かせください、こちらですね、こちら久保しおりさんが可愛らしく写っております、そして私一番上にね名前を書いていただきましてね、はい、ありがとうございます、水着フラグが立ちました、
一番上にね載せてねいただけるのもすごくありがたいですからね。そう、これは大変良かった、大変良かったと書いて、もう媚びを打っていきましょう。大変良かった、大変良かったです。うん、ぼしおりさんも可愛いですし、はい。続いて B いきますね。皆さんちゃんと打てましたか。そうですね、アンケートは H に書けるのでたくさんね媚びを打っていきましょう。B、 今月号の面白かったものの番号を5つ、つまらなかったものの番号を5つ、それぞれ書いてください。番号は98ページの目次のタレント名左端についている1から19までの番号を使用してください。ん？いつ？1月9日に発売されました。面白かったものとつまらなかったものを5つずつですね。98ページ開いてくださいね。のどこ？ああ、ありました。このドライヤーのページですね。開いていただいて、あ、違った、ドライヤーじゃない、ドクターストーンのページ、最後のページを開いていただくと、ここにね、あ、かわいい、でここにダーってやるんですよ。このドグドグドグって感じであるんですけど、ここの横のねこっち側のね番号をね見てくださって、そう、かわいいんですよ。私一時期ねメール取ってたので。そしてここの面白かったやつを番号を5つ、つまらなかったものの番号5つ。つまらなかったものの番号とかあります？まあ、まず面白かったもののところに絶対08って入れてください。08、じゃーん、08。これって全部書いてます皆さん。でも結構真面目なファンの皆さんがいるので、真面目に5つ書いてる方もいる気がする、私。いると思うんですよね。ちょっと見ますね、私ちゃんとね全員見てなので。表紙いいですね。で3ページから見ると、いやー、かわいいですね。すごく若いですよね。真面目に書いてます？正直に書いてます。かわいい、かわいいですね。2001年生まれだって。かわいい。続いて2番3番、真面目に書きましたか？じゃあ、かも真面目に書いちゃおう。真面目に書いちゃっていいですか？かわいい、かわいいですね。まゆさん、今もう終わっちゃってるかな、ニコ生でゆずさんとくまさんとさゆりさんとまゆさんとやってますよね、配信。ちょっと見てましたよ。かわいい、かわいいですね。かわいい。で、チェキプレゼント、チェキプレゼント、チェキプレゼント、あー、ここで、ポスターとあって、佐藤のページ来ましたね。これ一緒に載せていただけるの嬉しいですね。続いて、わあ、すごい難しい名字の方、虹のコンキスタドールさんですね。若そう、最年少ですって。めちゃめちゃ普通に見てて申し訳ないですね。めっちゃ普通に見ちゃって。続いて橋本さん、こ
この方は何の人だ。可愛いですね。すごい透明感がすごい。かほちゃんも若い。本当ですか。ありがとうございます。この橋本さん唇の形が可愛いですね。とても。続いて高崎さん。高崎さん可愛い。黒髪多くないですか。やっぱ黒髪っていいですよね。黒髪はねちょっとね尊いですよ。儚く映るので。続いて青春高校3年 C 組。うーん、っていうドラマみたいです。ドラマみたいです。あ、この方知ってる。名前だけだけど。はい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 。そして91ページに坂巻さんがあって、続いて吉本さんがいて、続いて木下さんがいて、続いて山崎さんがいますね。でバレンタインカードのとこと良い子アリノさんで応募方法がありました。全部見ちゃった。はい、見ましたね。皆さんも見ましたか。というわけで、何書こうかな。何を書いてもつまらなかったものってそうないですよね。つまらなかったものってないですから。私はちょっとこの橋本萌歌さんの唇が好きなので書きます。ちょっと見ましたよ。つまらなかったものはないですよね。そうですよね。ちょっといろいろ書いていいですか。ああ確かに。うん、来ました。はい、つまらなかったな書いてないです。続いてあなたが C いきますね。あなたが好きなアイドル、女優、女性タレントをフルネームで3人書いてください。ここ C のところ書き終わりました。早くない？早いよ。ちょっとこのボールペン書きにくいよ。色違いなんですけど、これです。ぜひ SKE48 佐藤果歩と推しメン書いてください。SKE48 とまず一つ目に佐藤果歩がいいかな。ずるい？ずるいですか？でもこのハガキを出した時にやっぱり佐藤果歩って書いてある方が多いと、やっぱりなんで特人なしにしたの？許さないよ。だからそう、佐藤果歩 SKE48。 あ、佐藤果歩3つ。いいんじゃないですか。SKE48 がさすがですね。佐藤果歩って書きましたか。皆さん書いてくれましたか。あ、このボールペンも書きにくいぞ。ちょっとやっぱ戻そう。佐藤果歩。
3人組。SK48 佐藤果歩。皆さんは全然佐藤果歩から書いていただいて大丈夫ですので、私はねちょっと自分が出した時にね、自分が一番最初に名前書いてたらちょっと恥ずかしいなっていう、その考えた上でなので。日高穂って書いてわかると思います。わかんないですよね。きっと3人書いてください。本当に出しますよ。後ろのめっちゃ鉛筆で書いてますけど、この鉛筆で書いたまま出しますので、SK48 佐藤果穂。皆さん書きました？当たったらも飾ります。当たったら飾りますよ。佐藤果穂。何がいいかな。好きな女優さん長澤まさみさんですよ。書いていいかな。書いていいのかな。長澤まさみさん書いていいんですかね。いいのかな書いて。もしでもこれでカホが書いたから長澤まさみさんが乗りましたってなったらすごくないですか。そんなことないだろうけど。書いちゃいますね。じゃーん、長澤まさみさん3まで書いちゃった。3まで書いちゃった。いっか、果歩も佐藤果歩ちゃんとかに書いとけばよかった。めっちゃ呼び捨てやんって思われるかな。みんな呼び捨てで書くか普通。続いてボム D ですね。ボムの表紙関東特集に取り上げてほしいアイドルをフルネームで3人組書いてください。いや、これは佐藤果歩って書いてください。佐藤果歩って書いてくださいね。書いてね。書いてくださいね。本人書く、本人って書くの。じゃ、これはちょっと申し訳ないんですけど、申し訳ないんですけど、一つ目の括弧に佐藤果歩って書かせていただきます。いいですか。書かせていただいております。書かせていただいてしまいました。佐藤果歩表紙。最初に書いちゃいました、ごめんなさい。書いちゃった。全部佐藤果歩はちょっとやばくないですか。ね、組織票とか言わないで、言わないで。これはもうなんだろう、義務ですか、国民の義務。あとはここはね、もう私のね、ちょっとここちょっと伸ばしすぎて時間がどんどん伸びちゃって いるので、もう私が悩まずに書きますね。
はい、書きました。佐藤果歩、日高優月、中村泉。 OK ですね。もう上に SK48 書いたので、 SK48 を欲しいってなったらもう何人だ69いるので、ちょっとパンパンになっちゃうので、ちょっとね厳選して3人にしていただきまして、はい、すいません。続いて、E ですね。 EABCDE の E です。今月号を知ったきっかけを教えてください。書店コンビニの店頭で目について、インターネットの書店で目についた、アイドルのブログツイッターなどでした。これですね。編集部のブログツイッターなどでした。あ、これですね。友人知人の口コミ、あ、これですね。その他、その他でもいいですよ。あ、でも一緒か。皆さんが、あ、その他で佐藤果歩からの猛烈なアピールとかでもいいですよ。じゃあ皆さん、その他で佐藤果歩からの猛烈なアピールですって。まあ私は普通の項目に入れて打ちますけど。はい、いいですよ。皆さん遊び心あるって感じでも全然いいので、皆さん楽しみながらね、皆さんチェックする方もきっとこうやってパッパって感じじゃなくて、こうちゃんと人ね目を通してね、面白いことを書いてくれてる人はいるかもしれないっていう感じで見てるかもしれないので、その後のところに入れ点を打っていただいて、佐藤果歩からの猛烈なアピール、書いてくださる方がいてくれても面白いかもしれないですね。ちょっと言い回しを変えていただいても全然いいんですけど、もうぐっちゃってます。なんて書いたの。これはちょっとあれです、ワックスで束にしてあるから、ちょっと汗じゃないよ、汗じゃないんだよ。お、いいですね。その他のところにもレッテン打って、佐藤果歩でもいいですよね。ですね。全然書きますよ、私。佐藤果歩ですって書こうかな。佐藤果歩のドーナツ、怒られちゃうかな。佐藤果歩のドーナツ、怒られちゃうかな。でもね、このね、こうやってチェックするお仕事は大変だと思いますので、たくさん来てね、こうやってちょっとねクスって笑い、クスクスっていうポイントがあってもいいかもしれないですね。というわけで続いて、 F、 今月号はどこで購入しましたか。書店、コンビニ、アマゾン、その他のネット書店。佐藤果歩からのやつやめてください。書店が多いんじゃないですか。書店、あ、アマゾンが多いのかな。皆さん予約してくださってありがとうございます。はい、じゃーん、こんな感じですね。続いてますか。書店はしごした方めっちゃつけとき、別店、あ、もう出したのか。セブンネット、あ、じゃあそういう場合はその他のネット書店で追っていただいて、セブンネット書いていただいて、ちょっと喋りすぎて喉乾いちゃったな。はい、続いて、本紙付録であなたが欲しいものは、ポスター、クリアファイル、ピンナップ、ポストカード、ステッカー、その他。ピンナップって何ですか？検索しよう。これはですね、ごめんなさい、もうね、どこだ？ごめんなさい、これは栃木の水です。栃木の水なんですけど、作ってる会社は大阪ですね。だから栃木と大阪のハーフです。もう三重の水なくなっちゃって、もう新しいの買っちゃったので、ペットボトル、水じゃない水のペットボトルを。だから大阪と栃木のハーフです、今私が飲んでる水は。
ピンナップ、ピンナップ、ピンナップ、美容院出てきちゃった。ピンで壁などに留めて飾るポスターのこと。日本語では一つにつなげてピンナップと呼ばれるポスターのことですって。あ、こういうやつですね。すごくいろいろ出てきましたね。ポスター、クリアファイル、ピンナップ、ポストカード、ステッカー。ステッカーってどんなサイズなんだ。実物大ポスター、多いですね。そのフィギュアフィギュアフィギュア欲しいんですか。シール、ぬいぐるみ、歯ぐき、歯ぐきって、歯ぐきでもいいかな。何がいいんだろうね。髪の毛とか怖いか怖いか。シール、皆さんじゃあ欲しいものをクッションカバーとかでもいいかもしれないですね。欲しいものを書いていただいて、キーホルダー、爪、あと何があるんだろう、絆創膏とか使えない使えない。付箋とか、付箋使わないか。ハサミとかなんでこんな、なんでホラーチックなところに行くんだろうね。ハサミはでも全然いいか。母ちゃんの声、アリエルか何かですか私母ちゃんの特権、お、欲しいですね。下敷き、へえ。ドーナツ、ドーナツ引き換え券とかなんだ、あ、しおり、しおりですね。しおり今セブンネット、セブン文庫さんでありますよ急な告知、目覚まし時計。あー、でも雑誌がさ分厚くなっちゃいますよね、そうなると。ミニ、ミニメモ帳とか、ミニメモ帳とか、あとなんだろうね、パックとか、顔、その、その子の顔になれるパックマスキングテープとか、カレンダー、いいですね、カレンダー、手帳、これはなんだろう、入浴剤かな。サイン入り名刺、あー、名刺、靴下、おー、カレンダー、マスクとか、化粧水、重くない濡れちゃうよ、本が。遊戯王カード、いいですねいいですね。歯ブラシ、キャップ、マスクケース、マスクケース使ってる方いますか。もう今大事ですもんね、結構マスクホルダー、マスクケース使うことやっぱ多いのかな。マスクケース、歯ぐき保護シートって、マスクケース、でも予備を持ち歩く人とか
が多いのかな使うの。私はでもあの正方形のポーチに入れちゃうので。市場調査でもこういうことですよね多分。このアンケートで聞きたいのはカレンダーって書こう。壁掛けカレンダーってなんて言うんですかあれ。壁掛けカレンダー。卓上じゃないやつが。あでも卓上でもいいかな。卓上だと吹っ飛んでいくから。彼女が欲しい彼女が欲しいんですか。壁掛けカレンダー。よしここまで来ました吹っ飛ばされないカレンダーなんか吹っ飛んじゃうんですよ。あの私のタブレットもこう立ってるんですけど、コートを羽織ったりカバンを持って行こうとするとここに何かしら当たってこうやって吹っ飛んでいくんですよ。だからちょっとそれがないやつがいいから、壁掛けカレンダー、壁掛けカレンダーがいいな。はい、そして皆さん HH まで来ましたか。ボブの感想を自由に書いてください。やってほしいグラビア企画、特集企画でも構いません。これは皆さんぜひ書いてください。皆さんのこう後ろの鉛筆の部分もボールペンにした方がいいかな。鉛筆でもいいかペンに従うのはなんでだろう。じゃあぜひ私はやりたいことをここに書くので、皆さん何行ぐらい書ける。 1,2 4行は書いていただきたいですね。4行じゃあペンにしとけですか。でもペンにして当たっちゃったらどうしようってちょっと思っちゃう部分もあります。水着のチェキがさ自分で自分のところに当たってもちょっと困る困るかもしれないということで当たらないですか。そうだよね、みんな出してるから当たらないよ。でも私あれなんですよ、ゼロポジの2期のカレンダー、 SK48 2期生のカレンダーも欲しかったのに当たらなかったから当たらないかな。ペンで書いちゃいました。じゃーん、佐藤かほって子初めて見たんですがとっても可愛いと思いました。また載せてほしい。うまいですね、うまいですね皆さん でもやっぱ自分の書かないとあれじゃないですか。佐藤かほちゃんは需要があるのかもしれないってこの編集者さんに見てもらうっていうね。初見をまあ装うのもいいですけど、あれでもいいですよ。佐藤かほちゃんを目的に買いました、あの佐藤かほのファンなのでっていうのもすごいゴリゴリにアピールしていただいても全然。見てるかな、いや見てますか見てるかな、見てますか。書いてますよ。
なんて書こうかな、赤浜拓さん書こうかな。飾っていいですか。バランスが取れなくなったぞ。オッケーオッケー。なんでここかな。じゃあ佐藤果歩のドーナツってふざけてたのもすごいバレてるかもしれない。なんて書くかな。すごく綺麗に載せていただきありがとうございます。もうバレるね。でも名前も書いてる時点でバレるよね。差出人でバレる。でも大丈夫ですよ、事務所から出したことにするので事務所から発送したことにするので全然問題はないですよね。ということで、すごいたくさん書きたいな。なんて書こうかな。なんでこうかな。今回はあ、間違え、皆さん書いてますか。結構何冊も買ってくださった方とかたくさん書いてくださってますよね。ありがとうございます。よいしょ、1行書けましたよ。5冊あります。ありがとうございます。全部私目的ですか待ってくださいね。1 5 6 7 8 9、そうだよね、10ページも載せていただいているので、あ、倒れちゃう。オッケーオッケー。こういうの書くときさ、あんま喋らなくなっちゃうから気をつけないと。これちょっと読んでる方びっくりしちゃうかもしれないですよね。
当たっちゃうかな。当たりますか。待ってくださいね。めっちゃ書いてるやんって思われちゃうかも。どこだっけ、どこだっけ、こうかな。真面目なんですよやっぱりこういうの。あきあき、皆さんも書いてますか。日本語がね下手だからね、こうやってね悩むんですよ。考えてるんですよ。SKE48 佐藤田穂。どうですか、じゃん。皆さん5行半です。名乗っちゃいました。もう完全に私からのありがとうございましたっていうやつですもん。じゃーん、だって10ページも載せていただいてね。こんな感じで模範アンケートです。見本
じゃーん。後ろにもね、皆さん名前書いていただいて。当たりますか？このハガキをプレゼントしてほしい。音デスクめったにないですもんね、ハガキをね、当たるなんて。ちゃんと本人アピールしましたよ。本人ですって書いといた方がいい。後ろにでも、これさ、事務所にさ、事務所の住所書いたらさ、事務所に連絡いっちゃおうかな。前になんかゆずさんのラジオにあのメッセージ送ったんですよ、勝手に。そしたら確認の電話来ちゃって、来ちゃうかな。電話苦手なんですよね。ちゃんと書きました。職業アイドル SK48 って書きました。うん、怒られたんじゃなくて、このラジオで読むってなったらやっぱり本人からじゃないと、もし私じゃなかった時にえってなっちゃうから、多分確認の電話だったと思うんですけど、はい。ということで、自分のおじのねやつだとね、あれなので、はい。ということで、皆さん書けましたか？ぎっしりでーす、ぎゅうぎゅう。なので明日お仕事帰りとかお昼休憩の時とか、その時にコンビニで切手を買っていただいて貼ってポストに投函してください。コンビニ寄ったらじゃあ完結しますね。コンビニにはポストもありますので、ぜひお願いします。イエーイ、ありがとうございます。皆さん書いていただいて一緒にそうですね、切手は現金でしたっけ、そんな気がするな。はい、60歳に食べるために働かないとって、はあ、じゃああれですね、63円減らしましょう、ご飯代をカホも63円ご飯代減らして、は、切って貼りますね。あ、ここですか？ここの行を二重線で消して、読めないよ、みんな星にしないで。君が星になるまで、なんて読むの、みんな、星
補修補修って音中ほうほうほう。ここの行を二重線で消して、定規定規二重線で消して、上にですか横にですか、できました。よく言いつけられた男たちだってカラフルにもするんですか、いいんですかそれして、ハートいっぱい書いとこうかな、いいのかな、こちらアンケートのところにハートいっぱい書いとこう。ちょっと迷って少なめにしちゃった、ハート。でもまあシンプルだけどいいですよね。あ、そっか、当たっちゃうかもしれない。あ、ドーナツ書く、ドーナツ、クロワッサンにしとこうかな、ドーナツの方がいいかな。もしこのアンケートを見る方が全然私のことを知らない方だったら本当にもう誰って なりますよね。クロワッサン書きました。確かにプレゼントはファンの方へ、でもこれ分かるか、本当に本当に本人かってならないかな、でも書いておいた方がいいですよね。でもこれ絶対ファンの方、あのファンの方じゃなくて私のことを知らない方がこのハガキを見た時にこう見るじゃないですか、プレゼントはファンの方へあげてくださいってこう書いてあったとしたら当たり前だよって思われないですか思われないですかね、ファンの方にあげてるよって、最初からそうしてるよって思われないかな。でもこれがあの上の方の元へ届くと信じてはい、書きました、イエーイ。じゃーん、OK です。読んでくれますように、いけました。1時間も書いてたね。
大丈夫、大丈夫、ちゃんと書いたからファンの皆さんにあげてくださいって。今月、今月じゃない、今月末までなので本当に明日か明後日に出してください。皆さんぜひ書いていただいたので、せっかくまだ書いてないよって方もいるかもしれないんですけれども、せっかく書いていただいたので出してほしいなと思います。自立も山ですので。切っても貼ってね。切っても63円。締め切りギリギリで出したら意外と当たる、そういうのもあるのかな。カホはね、 SK はねギリギリで出しましたね。ギリギリで出しましたね。2499だっけな、2500付近でした番号が。エントリーナンバー、あれ、いつだろう、一次審査かな。ぜひまたね、このアンケート加工の会ができたりですね。16番は最終審査ですねの時のオーディション番号です。その前は 何番だっけな、80何番とかだった気がする。次は決まってないです。決まってないですね。あのお餅はですね、お餅を伸ばしてるあるんですけど、あれはずっとあのポーズで待ったんです。そう、あとあのお餅は結構お湯で温めて、お湯っていうかなんだろう、湯煎、湯煎じゃないか、なんて言うんだろう、お湯でふにゃふにゃにして伸ばしてます。ちょっと食べました、ちょっと食べたけど、お湯で柔らかくしてたから味はついてなかった味はついてなかったですけど、そう、でもお餅が好きなので、はい、お餅は好きです。首が出そう、出た。おもちゃ何味が好き？
醤油と海苔、醤油と海苔です。あれですよ、磯辺。でもあれはちょっと違うんですよね。普通に、焼いて醤油と海苔がいいです。お雑煮好きです。雑炊にお餅入れるのも好きです。おせんべいが好きですからね。のり巻きの、しかものり巻きの醤油せんべいが好きですから、お餅もやっぱそうやって食べるのが好きですね。アベカお餅も好きです。あのダラーってしてる感じのアベカお餅も好き。あとはおはぎも好きだし、みたらし団子も好き。でも赤福とかあんこが多すぎると、あんこをちょっと残しちゃいます。あくびが出そう。砂糖で食べるのも好きです。お餅、あ、ぜんざいもいいですね。砂糖と醤油、ああお父さんがそうやって食べるかも。結構お餅は雑煮一択。なんで草生えてるの。雑煮しか勝たんって感じですか。雑煮しか勝たんってなんか語呂よ。ぜんざい、お腹空いてますよ。空いてますとも。バター醤油、バター醤油はね、ポップコーンが好きです。バター醤油のポップコーンが好きですけど、ポテトチップスとかってなるとまた違うんですよね。同じバター醤油味なのに、ポップコーンは美味しいと感じるんですけど、ポテトチップスになるとちょっと違ったものを感じるんですよね。ポップコーン、甘いポップコーンはちょっとね苦手です。でもチョコレートのポップコーンは好きです。キャラメルのポップコーンはちょっと苦手です。途中で飽きちゃいます。おしるこ好きですね。丸餅、角餅、角餅、うちはもうずっと茶道の切り餅なのでわかんないですね。四角いやつです。角餅、後ろ出しなんですか。これ載ってるんですよ。私がじゃーん、飾ってありました。確かにもうアンケート書き終わっちゃったからな。9時までやりますね今日。9時まであと7分ですね。イエーイ。まだ売ってるかな。映っております、映っております、載っております。私は一番最初のページか、クロワッサンって書いてあるとこがその次のページ、いいですね。
茶だが好きですね。ぜひ見えちゃったね。お腹すいたよ。夜ご飯まだです。お腹すいた。晩ご飯はオムライスが食べたい。オムライスかお寿司食べたい。確かにクロワッサン案件です。あ、でもカホちゃんとツイートしましたよ。クロワッサン案件です。それに便乗してくださったのかな。クロワッサンで隠そうと思ったんですよ。でもちょっともう寝かしときますね。クロワッサンで隠そうと思ったんですよ私も。だけどまたクロワッサンかよって思われるかなと思って、なんかないかなって考えた結果ドーナツになった。本当にあのドーナツは写真を載せるあの瞬間思いついただけなので、たまたまドーナツのスタンプを選んだだけで、本当にプレッツェルとかベーグルとかでも迷ったし、正直何でもよかった何でもよかったです。あめちゃん、そうですね。そう本当にね何でもよかったんですよ隠せれたら。でもそのプレッツェルとかだ食パンとかだとちょっと違ってちょっとやりにくいなって思って、ドーナツが一番よかったからドーナツでした。うん、何も考えない方が良かったりするので、考えすぎると良くなかったりするので、本当にね割と考えてないんですよね。あくびが止まらない。クロワッサンの使用許可ですか。でお前もなんかアイアイさんとか菅原さんとかもやってましたよね。結構前ですよね。1年前2年前ぐらいですよね。そう気づいたら乗ってるって感じです。いつもついて私が気づくのが遅くて、いつもだからいいタイミングで返信とかができないんですよ。そうでもあれですよね、もうなんか後輩にも先輩にもクロワッサン認知してもらえてるってことなので、そうすごいですよね。私はドーナツで行きますので、またドーナツあったりですね。ランキング見ます。今日は何がいいかな。何がいいかな。
チョップ？チョップがいいですか？カホの好きなランキングにするか。チョップ。スタンプ。ツイッタースタンプ。ツイッタースタンプですか。ちょっと写真を撮って。オッケー。適当に写真を選びますね。一旦。スタンプを開いて。じゃあ13位からいきますね。13位から難しいかな。13位、トゥク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 トゥン、食パン、イエーイパチパチ。そしてこれ一回一回大変だな。13位食パンですね。そしてと12位、ハンバーガー、イエーイハンバーガーです。そして11位はと何にしよっかな。急がないとあれだよね。ライス、米です。米。そして10位の方はと10位の方は、あ、これ上位かな。もっとちょっと待って、猫ちゃんの写真を、いや、隠したいんだけどおかしくなっちゃった。今何位まで言った。10位は10位はじゃん、落花生、イエーイ。10位落花生。そして9位はじゃん、ラーメン、めんめんめん。お前に食わせるためはね。そして9位ラーメン。8位ブロッコリー8位ブロッコリーです。そして7位は、はちみつ食べたいな。はちみつ、8位だからねあれ8位、こっちか。8位、あれ7位、8位3つ、7位、ランキング合ってますか。7位はじゃあ、合ってる。7位がはちみつずれちゃった。7位はちみつです。そして6位、砂糖。6位砂糖です。6位砂糖。そして5位はじゃん、アボカドフロムメキシコ、アボカドです。5、アボカド、
4位は、いきまーす。アイスクリーム、イエーイ、アイスクリームでーす。4位アイスクリーム。そして3位は、3位は何にしようかな。3位はみんな大好きなこれですかね。ビールでーす。3位ビールでーす。そしてクロワッサンとドーナツは入れてほしいですか。入れてほしいよね。そうだよね。さあ栄えある1位はどちらの手に。ドゥク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 ドゥン。ドゥン。2位はですね、この色でわかりますか。じゃーん、2位クロワッサンです。イエーイ、じゃんじゃん、イエーイ。やっぱそのドーナツになりたくて壇上今日来てくださってるかもしれないので、俺はドーナツになるって思ってるかもしれないじゃないですか。そしたらやっぱりそういう気持ちはね、裏切れないので、ちょっとおお待ってちょっと写真がさ、ちょっとラテちゃんの画像なんだけど、1位はもう皆さんね、もうね信じて待ってるかもしれないので、ちょっと待ってくださいね。1位は壇上じゃない皆さんはですね、何にしようかな。壇上じゃない皆さんは、皆さん一番隠しやすいものになってしまいました。お弁当です。壇上じゃない皆さん、お弁当です。ちゃんとですかね、食べていただいて、はい、お弁当は残さず食べましょう。ありがとうございました。皆さんぜひアンケート63円の切手を貼ってちゃんと書いてね、全部ね、そうここもねたくさん書いてね送ってください。声が枯れてきちゃった。ありがとうございました。ありがとうございました皆さん。また配信したいな。いつ配信しよっかな。配信しますね、またその時は連絡します。連絡します。ありがとうございました。またね。バイバーイ。